ノイズのある、ほぼ線形なデータは、一次関数にも、多項式関数にも適合する。多項式関数は各データポイントを通過し、一次関数は必ずしもデータポイントを通過しないが、端の型で大きな変化が生じることがないため、一次関数の方がより良い適合であると言える。回帰曲線を使ってデータを外装した場合、過剰適合であれば悪い結果となる。 教師や理学習における過剰適合。訓練時のエラーを青、評価時のエラーを赤で示している。訓練時のエラーが減少しているのに、評価時のエラーが増えている場合、過剰適合が起きている可能性がある。過剰適合や過適合や科学習とは、統計学や機械学習において、訓練データに対して学習されているが、道データに対しては適合できていない。 反化できていない状態を指す。反化能力の不足に禁する。その原因の一つとして、統計モデルへの適合の媒介変数が多すぎると、訓練データの個数に比べて、モデルが複雑で自由度が高すぎることがある。不合理で誤ったモデルは、入手可能なデータに比較して複雑すぎる場合、完全に適合することがある。退院記号は過小適合や過小学習。 機械学習の分野では、科学習とも呼ばれる。過剰適合の概念は、機械学習でも重要である。通常、学習アルゴリズムは一連の訓練データを使って、訓練される。つまり、典型的な入力データと、その際の基地の出力結果を与える。学習者はそれによって、訓練データでは示されなかった、他の例についても正しい出力を返すことができるように、 なると期待される。しかし、学習期間が長すぎたり、訓練データが典型的なものでなかった場合、学習者は訓練データの特定のランダムな特徴にまで適合してしまう。このような過剰適合の過程では、訓練データについての性能は向上するが、それ以外のデータでは逆に結果が悪くなる。統計学の場合も、機械学習の場合も、 追加の技法を用いることによって、過剰適合に陥らず、訓練がより良い一般化となっていることを確認し、かつ示す必要がある。機械学習や統計学において、媒介変数を減らすのではなく、誤差関数に生息加工を追加して、モデルの複雑度、自由度に抑制を加え、過学習を防ぐ方法がある。L2 生息化や L1 生息化などがある。 サポートベクターマシンにおいては、媒介変数を減らすのではなく、マージンを最大化することにより、科学習を防いでいて、これも L に生息化と同じような手法に基づいている。早期打ち切りとは、学習の反復において、訓練データと評価データの両方の評価値を監視し、評価データでの評価値が悪化し始めるところで学習を早期に打ち切る方法。ありがとうございます。